蒲生氏郷は、1556年、近江の国蒲生郡日野に、六ヶ吉方の重臣、蒲生方秀の三男として生まれ、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将です。南伊勢岡和地城の戦いにて14歳で初陣。その後、柴田勝家の与力となり、姉川の戦い、長篠の戦いなど、主要な戦に従軍して武功を挙げました。武道ばかりではなく、和歌をはじめ、文化面にも造詣が深く。茶道において、利休七哲の一人に数えられるほどの文化人としても有名でした。また、レオという先例名も持つ彼は、イタリア人宣教師を家臣に迎え、ローマへ、使節団を送ろうとしたほどの熱烈なキリスト教信者でもありました。